はい、で、極限の、基本形で、定型と不定型っていうのをやります。で、これ勝手に先生が名前つけてるだけなんで、テキストとか読んでも、こんな名前多分出てこないと思うんで、まあまあ、ちょっとそこはご愛嬌ということで。で、定型っていうのは、例えば、なんか無限足す無限みたいなやつとか、が定型なんですよ。例えば、リミットの、x の無限の x2 乗足す x ってなると、これとこれ別々に見ると、まあ無限と無限じゃないですか。なんだけど、無限足す無限って、まあそもそも増え続けてるから、まあ無限でいいじゃん、これは。なんでこれは無限って感じで、変形しなくても別にできますよっていうのを、定型って呼んでます。まあ、そのままできますよってやつですね。で、不定型は逆にできないタイプのことを、ちょっとそういう名前でちょっと言うんですけど、例えば無限引く無限なんですけど、これじゃあ引き算になったらどうなるかっていうと、こんな感じ。になったらどうなるかっていうと、これどうなると思います？無限なんですけど、グラフかけるんだったらグラフかくのが一番早いんですけど、この場合は、なんか最大の次数でくるみたいな感じだったじゃん。x2 乗でくくって、1引く x 分の1。で、これ無限飛ばすと、これが無限で、これが0とかになるんですけど、1かける無限だから無限みたいな感じです。なんで、不定形は変形が必要です。変形とか置換とか何かしらの処理が必要なやつが、不定形って言います。なんで変形が必要なやつが不定形っていう風に名前作ってます。っていうのがまずこれが基本になります。で、定型と不定形どういうのがありますかっていうのをちょっとやっておきましょうか。不定形だと、例えば、まあ今でなんですけど、無限かける定数とか、0以外ですね。で、定数って言われたらこれ0以外だと思ってください。0の時だけはちょっと話があるんですけど、無限かける0とか、無限かける定数とか、あと、まあ、こんなのかな。こういうのが、定型としてあります。無限です。無限だったら増え続けるから、まあ、これだったら無限ですよねって感じで。で、これだったら無限かける定数だから、まあ、これ無限にいきます。こっちが負のことだったらマイナスになるんで、これ無限か、マイナス無限かになります。こっちが負だったらマイナス無限になるって感じですね。で、これ、無限分の定数とかだったら、下が増え続けるから、これ、どんどんちっちゃくなるってわかります？数値自体が。まあ、なんか100億分の3とか。で、なるんで、これは0になります。で、あと、それの逆数は、まあ、無限になるんですけど、上がでかくなる場合は、どんどん無限になりますっていう感じになります。なんで、こういうのが定型です。まあ、これは別に変形しなくても、まあ、答えてますよねっていう感じのタイプなんですけど、逆に、変形必要なのが不定形って言って、まあ、無限して無限とか、無限分の無限とか、まあ、あと無限かける0とか、0分の0とか、こんな感じですね。っていうのが不定形になります。で、これとかは増加速度が違うんで、なんか収束する場合と収束しない時もあります。まあ、さっき無限非無限だけど無限になったじゃんとかみたいな感じで、これはなんかパッと見で一発で出ないんですね。無限分の無限分も同じで、これ約分して1とかじゃなくて、増加速度がまあ違うんですよ。なんで極限があったりなかったりっていう感じになります。こっちも同じですね。無限かける0なんですけど、こっちは増え続けて、こっちは減り続けるんで、じゃあ最終的にどうなりますかっていう感じなんです。これも変形が必要です。まあ、あと0分の0とか。0分の0は分母が0になっちゃってるから、まあそれだけだと出ませんよねっていう感じなんで、まあ何かしら変形は必要ですよっていう感じです。なんでこれが定型と不定型の基本的な考え方になります。で、まあ定型だとあまり問題にならないんで、基本的にこっちで出てきます。で、不定型の場合は、何かしらの形で、最終的に定型だけの形にしましょうねっていうのが、問題になりますっていう感じになります。で、大丈夫ですか？はい。はい。じゃあ、例えばちょっとこれやってみましょうか。で、これマイナス無限で、まあ、この関数の極限出したいんですけど、ちょっと入れてみましょうか。これはマイナス無限入れると、まあ、無限になるじゃん。無限で引く無限になって、ここの線で、まあ、一個まず不定形になっちゃってて、
で、さらに、プラス、X なんですけど、まあ、これがなんでマイナス無限じゃん。なんで、不定形になっちゃってるんですよ。まあ、ここは不定形になっちゃってるんで、無限引き無限とかになっちゃってるんで。で、X2 乗足さ X の、まあ、これのマイナス無限って、まあ、一応無限なんで、まあ、それ知ってるとしても、ただ無限引き無限になっちゃってるんで、まあ、結局、不定形なんです。なんで、これ二重に不定形なんですよ。なんで、変形が必要っていうことになるんで、変形をするんですけど、これ何すればいいかわかります。あ、置換します。マイナス無限って、まあ、あんまり良くないんで、プラス無限に変えておくといいです。で、x イコールマイナス t みたいな感じで置換します。x イコールマイナス t と置きます。で、そうすると、リミットの、これが t に置換されるから、t の、まあ、無限に置換できるんです。で、マイナス t であとこれ置いてあげればいいから、t2 乗のマイナス 3t かな。で、マイナス t っていう感じになります。まあ、ただ、どっちみち不定形っていうのは変わってないんで、で、これをさらに変形します。で、このタイプは、どうすればいいと思います？有理化ですね。はい。有理化みたいなことをします。で、有理化してあげると、リミットの t の無限の、分母にこのプラスかければいいから、ルート t2 乗マイナス 3t とプラス t かな。で、こっちは、マイナス 3t ですかね。になります。で、これだと、無限分の無限、マイナス無限かな。なんで、これもまだ不定形なんで、さらに別のことをしてあげます。分子分母を、分母の最大の次数のやつで割ってあげるんで、この場合だと、こっちが t でこっちが t かな。まあ、ルートついてるんで、これ、次数が t とかだと思ってもらえればいいですけど、なんで、これ t で割ってあげると、リミットの、t の0の、マイナス3の、ルートの1引く t 分の3かな、の、プラス1になります。で、これを無限に持っていくと、定型になりますね。なんで、マイナス2分の3かな、になります。っていう感じになるんで、不定形の場合は、まあ、変形してください。まあ、置換だったり割ったりとか、ま、いろいろやり方はあるんですけど、ともかく、極限見たときにまず見てほしいのは、最初に定形か不定形かっていうのを判別してください。まあ、定形だったらもう一発出るんで、いいんですけど、まあ、基本的に不定形で言いますね。不定形の場合は変形が必要なんで、不定形であることを確認してもらえればいいかな、最初に。なんで変形しますよっていうふうに考えてくださいっていう導入になります。で、OK ですか？はい。Whatever you say, you may feel all